横浜までまた来ちゃいました。ありがとうございます。いいことみはるです。みはるくん、はい、はい、中学3年生お願いします。お願いします。お願いします。腰の腸腰筋、まあそう、腰ここら辺ここら辺ね、すっごい見づらいけどここら辺ね。治療よりも安定させるトレーニングやった方が痛み取れるパターンなので、エッチエッチエッチ2 2 2、以上で7 10、はいはい、抜いてみて10、あ、9で10 10、はい、ガスッと、あ、オッケー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 。股関節まだちょっと安定感がないので、はい、あのこの内転筋、はい、先生はあんま下手くそなんですけどさ、これでこう軸足伸ばしたままぐーっと、出たことはあるかな、初めてか、オッケー。でこれもちょっとこことここをこう潰すようなイメージで、はい、イメージこうまっすぐでこの状態でぐーっといけれるところまで、おお、そう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 、で膝床足伸ばした状態の方がいいかな、うん、全然いいよ、いいよいいよ、いいです。ちょっとね、10回やりましょう。今3ね、はい、結構あの肩肘が治んない人も結構これ足股関節の問題で痛み出ちゃう選手もいるんで、これやらせると結構いいですね。あ、すごいすごいすごい、そう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 、で息止めないようにね、鼻でそうそう、2、そう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 、はいはいはい、3、いよいよ、4、5、大丈夫、5、そう、息止めないでね、うん、9、ラストこれ1セットで大丈夫だ、はい、OKOK、はい、ナイスファイ、はい、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、そう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 、いいね、安定してるね、で、もうちょっと遠くに、さあ、素晴らしい、OKOKOK、安定してる、はい、逆、OKOKOK、いいね、素晴らしい、9、いいよ、4、すごい。ちょっとあの自分でさ、腰反ったりこう動かしたりする、多分違和感が多分そんなに感じないかな、はい、安定してるから、ね、大丈夫、はい、よしよしよしで、じゃあ今度股関節のさっきのズレを見てみようか、はい、上向きで寝てもらって安定してくると膝、あの、お、もう本当にまっすぐ、もうこれ外に逃げないんですよ、本当だ、あ、本当っすね、あれ引っかかりないでしょ、ないっす、さっきここで引っかかったじゃん、はい、そう、だストレッチでその引っかかり取る人もいれば、こうやってトレーニングで安定させて柔軟性を出していく、うん、こっち側にか、うん、だいぶ安定してる、まだこっちの股関節がちょっとまだだから、あの左の多分やりづらいっていうのはちょっとまだあのトレーニングちょっと継続しないと、はい、ちょっと毎日今日やったトレーニングをやるともっとこの位置が安定してくる、これ逆にこうこっちに入りすぎちゃってるから、はい、これがまっすぐなるようにこう安定させる、はい、ると、腰の痛みも予防になるし、はい、より早く回復するかな、はい、これはちょっと治療で今取っちゃおうかな、これが、腰の骨が正常に動く人は、うん、ここがなんていうんですか、これ一個ずつ浮いてくるんですよ、これが途中で止まっちゃうとこがあるんですよ、ここがめくり上がって本当はこういう風になんなきゃいけないのか、うん、ちょっとまだ彼ここでロックしちゃってるんで、ちょっと特殊な治療法でやってる神経をちょっと通してあげて、もうそのままリラックスしてていいので、これは治療で取った方がいいパターンですね、
よしあ、これで、うん、ちょっと浮いてきた。これで浮けば大丈夫。ちょっと立ってもらって、はい、動かすと多分さらに多分違和感というか変なのはないかなっていう。はい、はい、治療はとりあえずこれで、彼の場合はこれで以上になります。本当、はい、あの人によって、あの治療でさっき言ったその神経伝達を変えるだけの人もいれば、彼みたいにどちらかというとこう安定性、体の安定力がない方はちょっとどちらかというとトレーニングメインの方が痛みが取れるので、ちょっとそれは人を、その体一人一人に合わせて僕も治療しているので、はい、だからこの安定してない選手は、要はあのマッサージとかこう電気だけやっててもなかなか痛みが取れないパターンがちょっと結構、まあうちで来てくださる選手とかこう一般の方もそうなんですけども、そういった方はちょっとどっちかというとこうトレーニングを見てくれる人に見てもらった方が、あの痛みが早く取れたり復帰が早いので、ちょっとそこは伝えたいなっていうところでございます。はい、はい、はいありがとうございます。皆さん、はい、頑張ってください。本当に高校ね、2年、まあ実質2年半しかないので、はい、2年半のうち怪我でね、その時間をね費やしちゃうともったいないと思うので、はい、あのそうならないように、はい、ちょっと今日やったトレーニングはもう継続して、はい、で今日やったトレーニングはその痛みを予防するのもあるけど、まあピッチャーでもバッターでもそのホームラン打てるようになったりとか、球速上げるトレーニングでもその基礎の、もっとさらに基礎の部分なので、はい、高校行っても寮、ね、ちょっと寮生活になるとは思うんですけども、はい、で、あの自分でやってください。はい、はいはい、お疲れ様でした。はい、はいはいはい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。じゃあ、あの三春くんが今あの治療とかしてもらう前と後で変わった部分って何か感じたことありますか？猫背だったり反り腰だったりは気にはしてたんですけど、うんうん、緩めるって意識の方が強かったので、はい、そこでこう強くして痛みを取るとか、うん、そういう意識が新しく覚えることができたので、うん、すごく今後の参考になったので、うん、よかったです。継続できれば、はい、思ってます、はい、継続が大事です。こういうくるくるの継続になるんで、はい、あのね、機会あれば来ていただいて、はい、三原くんどうでした？もともと姿勢をまあ気にしてたっちゃ気にしてたんですけど、緊張するとね、なんか直し方とかなんかそういう細かいところをここで知れてよかったなと思います。大川先生的にそのやっぱり三原くんのあのこういうなんか症状っていうんですか、そのまあ硬いとかそういうのって、大川先生の今までの経験上からしたらどれぐらいのなんかその難しいレベルですか？レベルどんぐらいですか？一番難しいが5として、うん、一番は簡単にあの元に戻せるっていうのが1としたらどんぐらいのレベルですか？彼の場合は、正直そんな難しく痛み取るとか、あのなんですか、復帰させるのはそんなに難しくないので、本当にもう2とか、うん、あ2とかそのぐらいのレベルでした。難しくはそんなに、あそうですね、はい、あの本当に緩いだけなので、でその緩さ以外の問題がある方も当然いるので、それがその内臓食事の問題とかで内臓周りが硬くなってるとか、その神経伝達がもうちょっとおかしいとか、いろいろこうパターンがあるんですけど、彼の場合も単純に本当安定力がなかっただけなので、もうちょっと鍛えるだけ、治療がメインだったので、なるほど、じゃあ鍛えることでその痛みがとか、うん、その可動域が良くなるって、はい、だからもう鍛え方も当然大事なんですけども、本当こう安定させるトレーニング、要は外側をガチガチにするんじゃなくて、中から力が出るようにするのがちょっと大事な場面です。はい、はい、ありがとうございます。いいです。よかったですね。まあ、あのここね、これからあの来年行くと思うんですけど、はい、まあ、今日学んだことをね、あの続けてって、はい、すごい強豪チームにね入ると聞いてるのでね、はい、あの埋もれないように手が取れるように、はい、頑張ってください。はい、お父さん、またありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。大川さん、ありがとうございました。はい、では、この動画が良ければチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。どう？左にハマリは今のリアス、あ、そうそう、ハマリどうか、のっかりとか前よりはちょっとのっかりやすい、のっかりやすい、そう、だからトレーニングして
だからまあ時間あれば本当は投げてハマってねえなと思ったらちょっと5回でも、はい、さっきのこういう、はい、ちょっとこういうトレーニングとか入れてあなんか入ってきたなと思ったら投げるっていうのを繰り返すと多分よりもっといい、はい、その今素晴らしいことを育ってるからそれをもっとこう再現できるから、はい、ちょっとそれにしてもらえる、はい、うん、すごいいいと思うので、はい、あとこう姿勢がまっすぐなってきたりとかもっとすると多分こう腕が上がらないのも治ってくるからやっぱこう肩甲骨やらないと腕って上がってこないのでもう物理的に、はい、うん、となるともうフォームも勝手に良くなるので、はい、ちょっとトレーニングしてあげるといいんじゃないかな、はい、うん、で左で踏まずに乗らないのはもうさっき言ったそのトレーニングで安定させればフォームも良くなってくるかなっていう、うん、はい、これ風船使うんですけども、はい、これって何をしたいかっていうとこれ自律神経ってちょっと難しい単語で言うんです、はい、交感神経、副交感神経、要は体のこう勝手に動いてる神経、心臓を動かしたりとか内臓を動かしたりとか、戦うモードになると交感神経っていうのが上がって、リラックスの時だと副交感神経がこう優位性が高まるんですけど、はい、体が硬い理由として安定してないっていうのもあるんだけど、実は自律神経系の問題があって、要は興奮してる状態、あ、はい、交感神経が上がりっぱなしだと体を緊張させて守るので、これのせいで硬くなってる人もいます。やりたいのがまずこれできるか、手を使わずに やりましょう。手使わないで、で歯で構えて、唇だけで、うわ、歯で構えて、そうそうそう、素晴らしい素晴らしい、うん、歯で噛まないように、素晴らしい。なかなかこれできない人が、はい、できることとか表情筋、笑顔を作ったりとか、コミュニケーションで司る神経なので、だから飛びちゃいそうになっちゃうとかうまく膨らまないっていうのは、はい、副交感神経あんま普段使ってないですよっていうサインなので、はい、なんかこれを抑えながら、で、このぐらい膨らましたら今度はちゃんと唇でうまく押さえながら飛ばないように、この空気を入れて出して入れて出して、もうこの空気を出入り、口元が震えちゃってるけど、プル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 震えてる、いいよ、そのぐらい膨らましたらもうその空気だけで出す、この時もちょっと姿勢を意識してます、そうそうそう、で多分だんだん苦しくなるはず、じゃあ手で押さえちゃっていいので鼻で息整えましょう、口閉じて鼻で押す、でうまくこう自律神経系機能がこううまく使えてる人だと、変な話2分ぐらいやっても息苦しさ感じない、痩せ我慢とかじゃなくて、で普段ちょっと交感神経ばっか上げて、要は気合向上で生きてますっていう人は10秒20秒でなんとなく息苦しくなってくるはず、だこれを伸ばしてあげる、だこの空気の中だけ出入りしてると、活性酸素といって、今疲労物質、一昔は乳酸がなんか疲労物質って言われたんだけど、乳酸は全く疲労物質ではなくて、一つ疲労の原因としては活性酸素がちょっと量が多くなると疲労の原因になっちゃうので、はい、これはその活性酸素も減らしてくれる、だからその疲れを取るためにもいいトレーニングです、プラス表情筋、要は抑えながらやるので、はい、自律神経の状態になります、はい、アスリートなので、はい、今はちょっと立ったままだけなんですけど、膨らましながら
どうぞ。どうぞ。どうぞ。はい。やりましょう。あ、今から。そうっすね。そうっすね。はい、いいよ、オッケーで鼻で、鼻で、鼻で口ですると交感神経上がっちゃうので、鼻で口開いてきた、口開いてきた。辛い時こそ鼻で。だからその大事な場面で緊張して動けない選手っていうのは交感神経が上がりすぎなので、だからどっちかというとその大事な場面でパフォーマンスうまく出せない選手って必ず口開いてます。交感神経上げちゃってるので。だからミーティングとかでもこう選手の表情を見てこうやってこうやって監督の話聞いてたら、あ、もうちょっとその子もう上がりすぎてるからやばいなっていう。逆にチーム全体が口閉じて監督の話聞いてるチームは強いです。あっていうぐらいこの、まあこれ呼吸のトレーニングなんで呼吸の仕方って大事なので、ちょっとこれも取り入れてやってください。はい、はい、ありがとうございます。番外編でした。番外編です。疲れも取れるし、はい、トレーニングもやってる。付箋はもう何でもいい。はい、はい。ありがとうございます。思いを乗せた決め玉で。